Welcome to Hama Channel. 星の精霊と失われた願いの内容は、星の精霊が現れると願いが叶うと言われている小さな村が舞台です。主人公の少女は大切な願いを星の精霊に届けようとする冒険を始めます。しかし彼女は困難な試練や誘惑に立ち向かいながら、本当に望むものは何かを見つける旅に出ます。昔々、星の光が美しく輝く小さな村がありました。この村には星の精霊が住んでおり、星の光の下で一度だけ心の底から望む願いが叶うと言われていました。村の中に住む少女ミレーナは明るく元気な性格で、村の人々からとても愛されていました。彼女の心には一つだけ大切な願いがありました。それは村全体の平和と幸せを永遠に守ることでした。そんな彼女の願いを叶えてくれる星の精霊に会いたいという思いが日々強くなっていきました。ある夏の夜、星の光が特に輝いて見えました。ミレーナは心の中で決意し、星の精霊に会いに行くことを決めました。村の人々が寝静まった後、一人で星の精霊の住む場所へと向かうのです。森の中を歩く彼女の足取りは確かで、心の奥底に秘めた願いが胸を躍らせていました。だけど森の中には試練や誘惑が待ち構えていることを彼女は知りませんでした。森の奥深くにある美しい庭にたどり着いた彼女は、星の精霊が住んでいるとされる場所です。庭には星の光がきらめき、一つ一つの星が優しく彼女を照らしています。そしてそこには小さな精霊が輝く姿がありました。あなたが星の精霊、私はミレーナ、願いを叶えてくれる精霊さんに会いたくて来ました。ミレーナは胸を張って言いました。星の精霊は優しい笑顔で返答します。ミレーナ、よく来てくれたね。私は星の精霊ステラと言います。君の願いを聞かせて。ステラの言葉にミレーナは心からの願いを素直に伝えました。しかしステラは微笑んで首を振ります。ミレーナ、君の願いは尊いものだけど、それは他の人々と共有すべき願いだよ。私は君だけに願いを叶えることはできない。それを受け入れられるかい。ミレーナは最初は戸惑いましたが、ステラの言葉に考えを巡らせます。彼女が望むのは村全体の幸せであり、そのためには村の人々全員の願いを叶えることが大切なのだと気づくのです。ありがとうステラ、私は自分だけの願いではなく、みんなの幸せのための願いを叶えたいんだ。ミレーナは心からの決意を伝えます。ステラは微笑みながらミレーナに星の光の力を与えました。それは他の人々の願いを知り、共有し、叶えることができる特別な力でした。帰り道、ミレーナは村の人々に出会います。彼らの願いを聞き、一つ一つ叶えていくのです。家族の健康、友達との絆、豊かな収穫、そして笑顔があふれる村。ミレーナは星の光の力を使い、一つ一つの願いを叶えていきました。村はますます幸せに包まれ、村人たちの笑顔が増えました。ミレーナの優しさと力によって、村はより一層結ばれ、愛情あふれる場所になったのです。そして星の光が輝く夜、ミレーナは星の精霊ステラの元を訪れました。彼女は幸せと感謝の気持ちを伝え、星の精霊に抱きしめられると、彼女の体にも星の光が宿りました。ミレーナ、君は本当に素晴らしい存在だね。私は君の心の輝きをずっと見守っているよ。ステラの言葉に、ミレーナは涙を流しながら微笑みます。そして、それからというもの、ミレーナは星の精霊と共に村を見守り、一つ一つの願いを叶えていくのでした。星の精霊と村の人々の心は、共に輝き、愛と幸せに満ち溢れる美しい物語は、星の光の下でずっと語り継がれました。その後、この物語は他の村々や遠い国々に伝えられることとなりました。多くの人々が、星の精霊の力とミレーナの優しさに触れるために、彼女の村を訪れました。一
人々は自らの心の願いを探し、星の精霊との出会いによって新たな希望を生み出しました。物語は時を超え、新たな世代にも伝承されました。その美しい物語の影響は、村を越えてさらなる善意と結束を生み出し、幸せな未来への希望を抱く人々の心を照らし続けたのです。ミレーナと星の精霊ステラの物語は、星の輝きと愛に満ちた永遠の物語として、人々の心に語り継がれることとなりました。そして、星の精霊の光は、どんなに暗い闇も照らし、悲しみを優しさに包み込む、奇跡の力として永遠に輝き続けるのでした。たくさんの人々が村の素晴らしい物語を知り、星の光の輝きに魅了されました。そして、ある時、一人の旅人、キエランという青年が村にたどり着きました。彼は遠く離れた土地で星の光の物語を聞き、自分の叶えたい願いを抱えてやってきたのです。キエランは長い旅路の疲れを癒すため、村人たちの温かい歓迎を受けました。しかし、心の奥底には、未だ解決されない願いが秘められていました。星の光を浴びる夜、キエランはミレーナとステラの物語を耳にしました。その優しさと勇気に触れ、彼も自らの願いを語る決意を固めたのです。物語の中のように、キエランの心にも輝く星の光が宿りました。ミレーナとステラの協力で、キエランは自分の願いを見つけ、それを叶える方法を見つけ出すのでした。ミレーナ、ステラ、そして村の人々はキエランを支え、彼がその力を使い、自らの願いを叶えるお手伝いをしました。彼が乗り越える試練や障害は多く、時には希望を失いそうになることもありました。しかし、村の温かな愛と星の光の力に導かれて、キエランは自分の内に秘めた願いの真の姿に気づきました。彼が願ったのは、人々に笑顔と勇気を届け、役立つ存在であり続けることでした。星の光に照らされた夜、キエランの願いが成就する瞬間が訪れました。彼は感謝の気持ちを込めて、村の人々に心温まる言葉を送り、自分の力で幸せを分かち合うことを誓ったのです。物語は、キエランが村を離れ、星の光の物語を遠くの土地に広める旅に出るところで終わります。彼は人々の心を照らし、星の光を持ち続けることで、ミレーナとステラの物語がいつまでも語り継がれることを願いました。そして、村は元気に輝く星々の下で、新たな物語が紡がれ続けるのでした。星の精霊と失われた願いの物語は、時を超えて、語り継がれ、人々の心に明るい光を灯し続けるのです。今回は、ここまでです。ご視聴、誠にありがとうございました。